さて、それでは今回は全国リーグなんですけども、勝っても負けると厳しいのかな。勝つと、若武者限定パック開封があると。それからもうまるっきり頭になかったんですけども、パック所持数ですね。これ1パックだけ僕は開放してるんですが、どうなんでしょう。5あったら取りこぼしなくなるんですかね。今のところも一応、こまめにスカウトをはめ続ければ、いつもはめてたらスカウトなくなるんで、欲しい限定の時までスカウトを貯めて、で、その時はめ続けると、基本的にはそんな大きく取りこぼしはないかなと思ってるんですけど、うわ、拡張300？限定パック1個分？限定ボックス1個分？すごいな。強気がすぎるな。5やってる人いてはるんかな？ 5 やと完全取りこぼしなくなるんか？どうなんのかな？ちょっと自信はないです。でも300使うんやったらやっぱりパック引きたいですね。さあ、アイランドキングの方は終わって、1枚も限定とか SS もなければ S もなかったと思います。で、現在、勝利数が2連勝、打率4割6分。4割6厘、防御率1.17、レート3600ということで少しずつ戻ってきてはいます。何週間もかかりますね、一度下がるとね。で、今回も小島選手、毎回名前間違えてしまうんですが、で、行きたいと思います。で、もう、勝ちたいので、中継ぎもどんどん投入して確実に行きたいですね。なので、監督モードの方と僕は当たりたい。おお、3500。防御率がすごい。やな、防御率がいいな。菅野ですね。限定菅野。さあ、オーダースキルの方が、600負けてる状態で、総合は、総合は2000ちょっと勝ってるかな？ 2500 ぐらい勝ってましたね。さあ、1球目、カット入れたい。いいとこ。いいとこですね。2球目、カーブ、これも入れていこう。大石。あ、大石、でも S か。さあ。あー、これがなんであんなに内に入るんかな。これ多いんですよね。すごい気になってるところ。あ、これは仕方ない。コントロールミスだ。ただ、この小島のコントロールミスはスライダーが遅くなるので、時々ね、生きることがあります。さあ、ツーシーム入れていく。あ、振ってこない。カット。まあ、なんとか。怪しいな。怪しいな。そのコースもまた、なんとか。ああ、入ってる。あ、入ってる。いけた、いけた、いけた、いけた。これはありがたい。スライダー待ってくれてんのかな、ひょっとして。だったら、ストレートが生きてくる。いいですね。カーブ。ああ。こういうカットとかどうですか？いいとこ行ってんな、コースは。いいですね。うまく、ああ、うちに入ったな。うまくでも裏を取れた感じですね。この辺りが小島の刺されば大きいところ。捕まった時ほんま悲劇ですけどね。ワンシームとかじゃないですか？シュートか。菅野といえばワンシームのイメージあるけどな。カーブ、シュート、カーブ。スライダーかな。決め球。おお、入ってんのかな、今のどっちなんやろ。入ってんのかな。シュート待つか。ワンシーム来ましたね。ワンシーム続けて、ワンシーム。どうかな。続けてワンシーム。おお、カット。結構反対に振ってる気もしなくはない。なら、いや、でもさっき落としてるからな。シュートあるかな。
おお、スライダー。あのスライダーは外れそうですよね。もう一球スライダー来るかな。あんまりそういうことはせえへんのかな。フォーク。あー、なんとかタイミング次第ではなんとかなったかもしれない。この戦い長引くぞ。ワンシーム。あー、シュート危ない。手出そうになった。カーブもありましたね、さっき。反対に振るから。おお、スライダー。あのスライダーはなかなか、この人ボール球ほとんど使わないですよね。ガンガンストライクできはるから、やっぱりその長期戦に持ち込まれやすいというか、菅野を下ろせない可能性がある。さあ、カットのコースに、いや、振ってこないんですよ。振ってこないんですよ。というか、先からほとんど振って、あ、来た。振ってはれへんって言うたら、どうするかな。嫌やな。あー、ストライク取りたかった。よし。高めにもいっとこう。あんまり投げてないから。さあ、うまく、あのコース、あ、決まってくれへんねんな。あ、でもいい、結果オーライ。よし。スライダー行きたいですね。うわー、なんで？スライダーだけすごいコントロールが難しいな。カットに見せるスライダー。よし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 。ボール球なって、うわー、浅い。ボールになってくれない。さあ、どう？うわー、あかん。ちょっと中途半端なとこにストレートを入れるというのをやってみたかったんですけど。さあ、カット。え、危な。これなんや。フルスイングできてるってこと？あー、怖い。やりたくないな。うわー、なんとか。いや、小島が菅野に対抗してる。限定菅野に。あー、手出た。ワンシームやと思った。耐久策しづらいんですよね。球数少なすぎて、ボール球もっと使ってくれたら、あるんやけどな。いや、これもう、変えるか。長期戦に持っていける自信ないから、ちょっとでもプレッシャーかけてボール球投げてほしい。もうシュート狙いで。全然ボール球投げてくれへん。ワンシーム、スライダーかな。内にスライダーか外にシュート。お、ストレート来た。全部ストライクやねんな。これはこれで。ワンシーム来るやろ、どっかで。来ない。ランナーいても全然落としてくるという、この迷いのなさ。ほとんど初めてちゃうかな、ボール球。2回目かぐらい。当たってるけどな。いやー、きついな。小島、もう引き出しないで。また変な球投げたな。ああ、よかったよかった。あ、小島がちょうどいいタイミングで、これだけ決めてくれ。ああ、まあいいでしょう。うちのエース、福にバトンタッチして。いや、降ってこない。すごいな。徹底してるな。その面白いですよね、そのやり方が。なんていうんかな、
バッティングはすごく繊細で、ピッチングは豪快で、やりづらいわ。どんどん攻めてくるのに、ピッチングの方は。バッティングの方は、ねえ、大きく振ってこない。なんとかもう、この運だけできてる。カットに見せるツーシーム。よし。今の、いや。ブラゼルぐらいおったら取ってくれたんちゃうかな。嫌やな。どうしよう。もう、あまりにも振ってくれないから投げるコースがない。いや、そろそろスライダー行きたいねんけどな。あえてここもストレートで当ててくる。いや、もう服、本来は2回ぐらい投げるんですけど、もう投げすぎてるわ。シュート、シュート。もうそれしかわからん。カットもあるんか。ミートで、ミートで真横で待ってても。あー、ぐちゃっと潰れた。伊藤光、チェンジするか、ここ。あ、交代させてくれへんかった。伊藤1球だけ頑張れ。あ、無理か。ここもオスナを入れます。さあ、オスナでシュート狙い。一撃頼む。オスナ。この辺がな、この辺がな、甘いねんな。カーブ。読みは当たり出した。オスナ変えといたよかった。代わりおらんけどな。横で待ってみようか。カットないと思うけど、あ、このスライダーカット系の球を、ストレート。あ、お、え、おんねや、菅野以外。誰出てくんの？お、なんやこれ。ほとんど打たれてない、岩瀬。初球スライダー来るかな？高速スライダー。いや、外の球追うか、うちの球打つか。うちの球打ちたい。あー！いや、ここやったな。ここやったね。しまった。いや、絶対今んとこやったわ。仕留めるなら。スライダーでカウント取りに来るかな。お、外す球が今までなかったのに。よし！いやー、でもさっきのうちの球を打てなかったのが、待ってたのに、やっぱここやなー。いや、きつい。救急ですよ。本当に限定カード欲しい。限定欲しいなー。さあ、これで開封になります。限定パック SS レア以上なら若武者。全然、あ、S レア以上なら若武者ね。S の佐藤が欲しいです。頼む。3パック目ぐらいかな、今回のこれが始まってから。ありがとうございました。メガボックス会話なしでいこうと思います。いやー、よくやった俺。S の佐藤ってどうなんかな。やっぱ能力下がってるんでしょうね。守備ポジション A もらっててほしい。それだけで十分。能力はいいから。いや、これは大きいな。こんなことあるんや。初めて限定、今回のね、選手出て、それが佐藤という。でも SS、たまにはコロプラさん SS を
なんか、それは無理なの分かってますけど、例えば1ヶ月、2ヶ月何かのポイントが貯まったら、1枚だけ指名できるってやってくれないですか？ハンターハンターはあるんですよ。ポイント貯まったら自分で SS レアでも、そのポイントと交換で、指定できるっていうのがね、あるので、もう1年に1回でもいいから、そのポイント貯まるのがもう、ほんまは1ヶ月おきぐらいに欲しいですけど、1ヶ月おきに S の指定、それから、3ヶ月か半年で SS の指定ができるぐらいのギミックを入れていただけたらなと思うんですけども。さあ、若武者、ちょっと見ていいですか？SS 欲しいな、本当は。どれかな？うわ、B や。逆にバッティングの方はほとんど大差ないんですね。あー、いや、A が良かったな。佐藤。SS。まあまあ、ちょっとギリギリまで頑張って粘ってみたいと思います。ということで、今回は意外と、面白いことになりましたね。では、ちょっと自給団の方もこれからは組み直せるので、また次回その自給団のね、どんな風になったかって見ていただこうかなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。皆さん、あまり無理のないように、なかなか出るもんじゃないと思うのでね。まあ、でも頑張りましょう。アトリエ造形の王様では、たくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、個展の様子など、人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。